緊急事態今日39件解除。政府は新型コロナウイルス対策で特定警戒都道府県に指定した茨城、愛知、岐阜、石川、福岡の5県と特定警戒都道府県以外の34の県について今日にも緊急事態宣言を解除する方針固めました。 安倍総理、先月7日、緊急事態宣言を東京、大阪など、7都府県に発令し、4月16日に全国に拡大、今月4日に31日までの延長を決めました。一部の解除、今日が初めてとなります。 13の特定警戒都道府県のうち、北海道、東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、兵庫、京都、この8つの都道府県は感染拡大の勢いは鈍っているものの、感染者数が依然多いことなどから継続させています。1週間後の来週木曜21日に改めて解除の可否、解除するかしないかを判断する見通しということなんですが、今日にもこの34件プラス5件39件、 のの運びのようですが藤井さん、いかがでしょうあの、まあ、富士さんいかがでしょうという藤井さんに対しての質問なので、はいはい、まず最初に個人的なところからね、はいはい、申し上げさせていただくとね、はい、多分僕と同じような気分の方っていうのは、専門家の方にはかなりいるんじゃないかと僕は思うんですけど。はい コロナの問題ね、僕は僕なりに他の仕事も山ほどある中でね、ええ、それなりに時間を使って基礎的な感染症の勉強からね、はい、これまでのパンデミックの歴史とか雑誌の編集もしましたし、モウグルス学のいろんな文献とかも読んだりね、勉強してきたわけですよ。はいええ、それはね、この問題に対して真面目に、本当にこの日本国家にとってどうしたらいいかということを考えて、やってきて、はい、こうした方がいい、ああした方がいいとかで申し上げてきたんですが、今日のこのね、 あのー、緊急事態宣言解除の話の報道一連を見て、はい、バカバカしくなってきましたね。バカバカしくなった。はい。だって、こ真面目に考えてる自分がもうバカじゃないかなと思ってきましたですね。うん、はい。なぜかというとね、緊急事態を、この間選手はね、緊急事態を宣言するというのは一体どういうことが基準を決めてなかったことがまずバカバカしいですよね。はい。で、かつ今回解除する。それに関しても、 まあなんか一応基準示してますけど、<A> あの、解除すると。はい、で、まあ、それもなんかえかげんな基準でね、はい、でも解除すると。まあ、それもよろしいわ。そこも許してあげよう。はい、問題はね、<A> 出口っていうことは、場所 A から場所 B に移行するってことでしょ。はい、ということは、出口を宣言するということは、場所 A、今の状況から、この出口後の場所 B、<A> 状況 B というものがどういうものかを明確に定義しないと出口にならないじゃないですか。はい、ところがね。 宣言を解除した後どうなるかっていうのほとんど報道されてないんですよ。はい。あるとしたらね、専門家会議のものすごく精度の悪い、全く合理性のないね、新しい生活様式になる、はい。あの専門家の思いつきが何十項目と書かれたものが一応あるんですけどね。えー、この程度のものしかないわけですよ。はい。だから、出口だって言ってね、えー、その出口の後どうするかって、誰も議論しないで出口だ出口だって言ってね。えー、はい。 っていう雰囲気になってるわけでしょ。えー、僕ね、何が問題かというとね、このままだったら、えっ、ー、と、二つの可能性がありますけど、はい、えっと、それなりの可能性で感染がまた拡大しますよ。はーはーでね、それなりの可能性っていうのはね、はいあの、拡大する可能性と拡大しない可能性があるんですけど、えー、拡大しない可能性から申し上げるとね、えー、それはね、あったかいからですよ。はい 暖かくて、ええ、季節がね、これが通じになったり。ええはい、で、あの、基礎免疫の力がね、高まりますから、はい、あの、夏には風が少ないじゃないですか。はい、インフルエンザとかね。そう,そうそうそう。ええ、だから、それと同じような理由で、これから、あの、減ると。もしそうだとしたらですよ、ええ、緊急事態宣言なんてしなくたってよかったってことですよね。ーー緊急事態宣言にもし仮に意味があったとしたらですよ、ええ、意味があったとしたら、これ夏でも感染が広がるから、か緊急事態宣言やって意味があったとしましょう。はいええ そしたらね、どこで広がったかって言っても分かってるわけですよ。まず、居酒屋。ええ。あの、飲み会、カラオケ。ええ。で、誰が危ないかって言うと、老人の方々と基礎疾患の方。はい。でしょだから僕は半自粛って言ってね、半自粛って言って、そういうコロナ弱者をお守りすると同時に、飲み会だとか性風俗とか、そういうものをちゃんと自粛は継続させて、いけば感染は拡大しないまま経済活動動動けますよと、言ってるんですけど、そういう議論が全然ないわけですよね。 このままだったらおじいちゃんもおばあちゃんも若い人も同じようにかい行動が解除され。えー、コロナ弱者の方もコロナ弱者じゃない方も同じように行動が解除され。うん、でコロナ弱者の方がリスクにさらされるわけです、えーで。さらにね、クラスターでこれまで散々発生してきたね、それがその居酒屋だとかそういう密閉空間のね、えーえっと、カラオケ屋さんだとかね。えー えー、それからあの、高齢者施設ってものすごくクラスターが発生してるわけですよ。はい。そういうところをどうするかって議論ほとんど何もしないままね。えー、このまま行動を緩めていったらね。はい。そういうコロナのリスクの高いところ、コロナに弱い方々を中心に被害が拡大していくんですよ。はいえー、でもそうならない可能性があるのは、はい、あっ暖かいから。暖かくてね、湿度も高くて。で、だとしたらそれって、はいはい 非常事態宣言は言わなくてよかったんですよ。はい、そもそもね、非常事態宣言の4日後にピークアウトしてるんですけどね。えー、ってことは、あの、感染者数がピークアウトしたってことは、どそこから類推すると3月25日に感染した日のピークがあるわけです、はい、ということは、 非常事態宣言は全く無関係だったわけですよ、今回のピークアウトに。今の藤井さんの話聞いててね、韓国でほら、ナイトクラブでまた。そう、だからそういうことが起こるわけですよ。あれはだから、あの、ナイトクラブってあの、性風俗的なナイトクラブですからね、あれ。あ、そうなんですかあの、性風俗的要素を含んだナイトクラブだって言われててね。そういうところからちゃんとね、守っていかないといけないわけですけれど。それもやらないわけですよ。というかね、ちょっと今その話、挟まれましたけど、とにかく僕の一連の話、分かっていただけましたはい。だから、あの、 バカバカしくてね、もうなんか。で、みんなで3枚で、非常時代宣言やって、ステイホームっつってね。ほいで、これで、非常時代宣言、僕たちの力でやった、これで、出口だって言って、さあ飲みに行くぞって、当然まだ広がるわけですよ。というか、広がらなかったら、非常時代宣言全然意味がなかったってことですよ。なんかね、ほんとね、バカな学生相手にね、ゼミやって、勝手に議論させてるの聞いてるみたい。僕はもう、じーっと最後に聞いて、学生の議論聞いて、お前らバカか頭悪いのか、お前ら。 っていう気持ちですよね、えー。と、その今の藤井さんのお気持ちが、その専門家会議の中の専門家にも何人もいるってことなんですかね。え、どういうことですかあの、今藤井さんのお考えの。 この考え方が、専門家会議ってありますよね、政府の。その、ま、専門家の方々も、藤井さんと同じ考えの方も結構いらっしゃる。いないんですよ。いたらこうならないですよ。そうですね。だからバカですよ、あれも、専門家会議。だってはっきり言って、専門家会議のね、あの彼らの新しい生活様式がどれだけむちゃくちゃだって、僕も先週記事書いてますけどね。はい。ま、ここで説明してもです長いからもう言わないんですけど。はい。ええ。いや、だから、専門家会議なんて何も分かってないですよ、あの人は。いや、信じられない状況ですね。はい。で、僕の多分、あの、 で、ゼミでね、まだバカかって言われた時のゼミの学生たちってね、なんでバカなってわからないんですよ。でもね、あの、よそから見てる人はね、いや、ほんまにバカやな、こいつってわかる人もいるんですよ。だから、もう、だからもう、だってなんでバカかを説明しましたもん、今。今の説明でわからない人はもうわからないですよ。だからこのままだったら、お前ら自分で騒いどいて、いや、もともと僕はもう、 感染でね、それほど毒性は高くないというデータがありますよって言って、でも、はい、抑えたいって言ってみんな抑え込んだわけじゃないですか。はい。いや、まあ、抑え込むみたいんだったら抑え込んだらいいよと。そして抑え込むんやったら、こういう対策したらって言ってるのに、それも無視でこれからカラオケ行ったり、性風俗行ったりするわけでしょはい、でそれで映らなかったら、映らなかったら、もともと夏だからでしょ、えー、ということ,、ね、ことは、あの、はい、非常事態宣言やらんでよかったってことでしょ、えーはい、だから、とてつもない話をしてますよ。国家ぐるみで。うん こんなバカなことをしといて、誰も被害がないんだったらいいんですけど、山ほど店潰れてそくわけでしょ知っていたね。ねだからね、本当、なんかこれで不幸になった人が、本当に僕はね、バカかと言うと同時にね、はい、不幸になった方々に対して、本当に哀悼の意というかね。いやいやいや、まあね、もうこれからも。だってこれで亡くなっていく方がいたわけですから、えー、先ほどのあの、お相撲さんだってそうじゃないですか。はいえー、もうちょっと日本人が賢ければ知らなくてやって済んだわけかもしれないでしょはい。 状況がまた変わってく、ね。だから僕はね、とにかくこうやって死んでいく方を減らしたいという、ね、僕は公共政策の学者として真面目に提案をしてるわけですけど、誰も、うん、何にも言うこと聞かないし、うん、で、言った通りになっていくし、うん、で、人が死んでいくし、うん、はい。 とてつもなく僕は悲しい気持ちですね。ええー。ですから、藤井さんが今、あのね、これからもぜひやってもらいたいというのは、もうとにかく、まあ、命を落としやすい人がご高齢と、あと基礎疾患を持っている人たちなんだと。うんうん、この人たちをまず守るということですよね。一つですよね。はい。で、あとは、ま、経済もしっかりしていかなきゃいけないわけですよね、これからは。でそれで危ない場所が分かってるんでい、これは。い場所もね、分かってますそこは、自粛要請を継続してね、えー、そこは保証金をずっと上げればいいんですよ。はい。でもこれ、緊急事態解除でね、あの、唯一明確 意味があること行政が金を払う理由がなくなったってことですよ、補償は、はあ、しないですから、はい、協力金も払わないし、いからこれは要するに禁止、緊縮派の喜ぶような結果だけがはっきりしてるわけでしょ。以前から藤井さんおっしゃってるのは、とにかく目と口と鼻を、ね、触らない。 とというこ粘膜、まあ、ですよね、あと、これは一般の人ですよ、それと、えー、あとはこの密閉とか換気をしっかりする、それと飲食ですよね、この時をちゃんとあの喋らないとかね、ね、うん、そういうふうにするっていうこと社会的距離はあまり気にしなくていいってこと言ってす、ね、そうですね、えー、なんかそういう議論がまず、えー、あれば、出口の意味はありますけど、はい、ないまま出口になるでしょ、うん 同じ状況になりますよ。はい。まあ今、ね、今、藤井さんがおっしゃってることを今日どういうふうにこの表現されるのかどうかしら、ね。しないんですよ。だって専門家会議だから。えー、で、僕はあの、あれを取り下げて僕の意見に変えろと言ってるです、はい、ええー。まあ、できるだけのことしますけどね。また来週、はい、あのー、自民党にきちんと提言をして、帰っ変えていこうと思う、はい、だから東京が開かれるときに、少なくともそういうようになっていくようにね。うん、はい。したいなと思いますそうですね、はまだ